純です、リポートセンター20周年迎えることを聞いてとても喜んでおります、私がリポートセンターで初めて講習会したのはちょうど2000年で17年前でした。ということはリポートセンターができて2年目に私がリポートセンターとの関係を持ったということで、まあ、ずっと長い関係を続けてきたことにとても幸せを感じております。今後ともよろしく。